はい、皆さんこんにちは、渡辺久美子です。では信長の野望創造戦国立志伝、小野正嗣でのプレイ続きをやっていきましょうということで、前回ですね、今川に貢ぎ物を送り、工作を行い、媚びを売っていたんですが、あっけなく裏切られてしまい、再び敵対関係になってしまったので、すかさずですね、まだ贈り物を送って、今は信頼という状態になってます。なので、ちょっとこの状態を維持しつつですね、今川の勢力が武田を食い始めているので、これに負けないように武田領への侵攻作戦を展開していきたいなというふうに思っています。では早速ですね、軍を動かしていきたいと思います。これ以上今川が大きくなると、もう本当に手がつけられないというか、もう何もできなくなってしまうという状況になりかねないので、今川が武田を食うスピードと少なくても同じ同等ぐらいのペースで、武田領を取っていくっていうのを、目標にね、やっていきたいと思います。今信頼状態になっているので、この状態だったら攻めてこないはずなので、この状態をね、なんとか維持していければなというふうに思っています。さあ、ではでは、まずは武田領の穂高城ですね。ここの攻略に入っていきましょう。不可思議を先に取った方がいいのかな。で、一つですね、この松倉城をはじめ、いくつかの城は、滝川一益に新しく軍団を、作って任せてますので、この辺りの開発とかはね、ちょっと一からやるのも面倒くさいというのもあったので、任せています。で、あとはですね、今、いざという時のために、いくつかの、策としては、一つには朝廷外交、もう一つが、いわゆるその貢ぎ物外交を展開しているので、ここをね、うまく使いながら今川とは敵対関係をせずに武田領を取っていくと。で、自分の力を蓄えていくっていうね、作戦でやっていきたいなというふうに思っています。さあ、では、まずは不可思議城の攻略戦から入っていきましょう。信玄が守るのか、不可思議城は。そうなると、進行ルートは一つに絞った方がいいですね。星名か、相手が星名だったら、ここは一気に城門を突破したいところですね。で、信長も来たか。信長も来たら同じ進行ルートで行きましょう。さらに道館も来たね。道館も同じ進行ルートで、攻撃に入りましょう。敵の援軍も来てるね。では、ここで、鶴で打ちと離間を放っておきましょう。そしたら、神速を使って一気に城門に迫りましょう。二の丸に迫りたいけど、削れなかったかな、削りきれなかったかなという感じですね。ここも同じ方面から攻撃には入っていきます。
信長臨戦を使っておきましょう。さらに狙撃、ここは後方から正次本体を出して信玄を圧迫しましょう。これで信玄を攻撃態勢に持ち込んだので、このまま一気に城門突破して本丸を落としましょう。これで武田領深志城を取りましたね。で、深志城を取ったらこのままの勢いで穂高城まで一気に軍を進めましょう。敵の増援も来るとは思うんですが、敵の増援より先に穂高城に取り付きたい。信長が思ったより削られてますね。なんとしても今川よりも多く武田領を分取って、ちょっとでも今川とのいわゆるその国力の差を埋めていく必要がありますからね。でこの時点で敵の兵力はゼロになったんですが、今川もこの穂高城に取り付いてきているので、確実に自分たちの城にするべくしておきましょう。今川も来てますよね。で武田信繁が迫ってきてるのか、この武田信繁の相手を今川の家臣になり下がってる長宗我部が叩いてくれるとありがたいな。そうはいかないか。そうするとここは信長で食い止めましょう。でその間に正次本体で、あ大義一線か。ここでまあ大義一線で混乱するよね。あとは壊滅しないでくれることを祈るだけだな。信長が壊滅する可能性もあるけど大丈夫だね、復活してくれた。でこの間に長宗我部とぶつかってもらって穂高城を武田領から奪取と。まずはここまでかな。で今取った2つの城はそのまま滝川一益に与えましょう。で外交の工作状況を確認しておくと、今川とは9か。そしたらここで再び
贈り物を送っておきたいけど、まだ送れる状況にはなってないね。そしたらどうした、桂尾城まで軍を進めちゃいますか。取れる城は全部取る。で、信長は帰還させましょう。だいぶ兵力を削られてますからね。で、樋口兼続、これは兼続が来てるんで、兼続8900相手にするのは結構きつそうだけど、まあなんとかするしかないな。桂尾城の攻略を進めて砥石城まで取りたいですね、今出してる軍勢で。もし縄文から半出しぐらいになってくれてるのはありがたいな。これでそのまま敵の戦力を削り取りましょう。このパターンすごくありがたいですね。で、まぁ、ちょっと今ね、縄文削ってますけど、このまま削って確実に城を取りたいと思いますんで、福島城の、攻略に手を貸してしまったので、ちょっとこれは良くないな。今川に対しては今耕作状態になっているので、一度軍団を、どうだ、解散させるしかないかな。いや、いいね、この状態で OK にして、攻略目標は秋山隊にしましょう。目標地点がここ、所属はこのままでよくて、目標は小諸城で。どう、目標が木曽福島になっているか。これって全然嬉しくない状態なので、一度軍団を解散させるしかないか。ちょっと操作を誤ってしまったので、軍団を一度解散させましょう。で、新たに軍団を創設。で、目標地点は日常あたりにしておきましょう。これでいいな。まあ、武田と今川を同時に相手にする度胸はもちろんないし、そんな戦力はないんで、それだけは絶対に避けたいところなんですよね。で、家宝は再び買い漁っておきましょう。ちょっとお金が不足してきてますけど。今川の顔色を伺いつつ、常に信頼の状態を維持しておかないといけないですからね。で、武田軍と今川の大軍勢が上原城で激突中か。これ桂尾城、砥石城、小諸城、この3つの城一気に落とすチャンスですね。このチャンスはものにしたいな。
そうすると、小部正景対1万1900か、これ厄介だな。まあ、兼続はこの際どうでもいいといえばどうでもいいんですけどね。数的にも物の数ではないので。今川に対しては工作で今信用28、信頼状態を維持してますね。いいですね。このままいきましょう。ここは兵を引くか、ここまで来たけど、ちょっとこれ以上壊滅させるわけにはいかないので、桂尾城は取れなかったですね。内藤に追う、さらに戸井城にもまだ5000の兵が残ってるんで、ここは一旦兵を引くしかないかな。壊滅するのは避けたいので、一旦兵を引きましょう。で、五詰めの軍勢が出せればよかったんですが、そもそも米がもうないっていうね、状況になってるんで、ここはおとなしく兵を引きましょう。で、利家も一度戻しますか。今川とは常に。合戦にならない状態を維持するっていうね。今川の状況は常に目を配っておかないと怖すぎるからな。またいつ今川が裏切り行為に出てくるか正直わからないですからね。今川もうだいぶでっかくなってるからな。これ以上今川がでかくなる前に武田を食えるだけ食う必要があるので、中之条、ああ、つつじヶ崎館も落ちるな、このままだと。どうだろう、持つかどうかですね。今、桂尾城、砥石城の守備隊が、つつじヶ崎館、中之条方面に援軍として向かっているように見えますけど、これ、つつじヶ崎館が先に落ちますよね。落ちたね。さ、いよいよ武田の状況が風前の灯火になりつつあるけど、この根知城と春日山城は先にどうしても取りたいな。そうすれば今川としてはこれ以上北上ができなくなって、ついには北条と大激突という状況になるんで、攻略目標根知城に定めましょう。で、今動かせる軍勢はというと、牧島城から利家、これを根知城へ。で、観音寺からは信長1万2000、これも根知城へ。で、鎌場城から大谷義継、これも根知城へと出しましょう。ここまでかな、兵糧がちょっと足りないので、ここまでにしましょう。先月の
さに増援を出したいけど軍勢が整ってるところというと、犬山、名古屋城から軍勢出せるか。足利義輝を出しましょう。これを根知城へ派遣。今川と北条が潰し合ってくれれば、その間に武田を食えるんで、それが一番現実的にありがたい路線かな。で、北条との同盟はもちろん続けましょうというところで、正次自ら外交の使者に立ちます。案の定だな。案の定って感じになってるね。今川も軍勢を繰り出してきてるな。どっちが先につくかだな。で、今ここで今川との信頼関係が普通に戻っちゃってるんで、今のうちに10等級の贈り物を送っておきましょう。よし、ここで大合戦ができる状態になったはず。外交の状況を念のため確認しておきましょう。今川に関しては信頼になってますね。この状態をとにかくキープしつつ武田を食う。で、武田を食うための条件なんですが、一気に大合戦でケリをつけましょう。武田信繁が来たが、信繁に対しては一の太刀をぶつけて混乱状態に陥れるのが一番いい得策ですね。奥義一戦先に使ってきたが、くそー、どっちが先かなというところでしたけどね。これで利家の軍を一気に敵の中に突っ込ませましょう。
なんとか勝利したけど、こっちもだいぶ兵を失いましたね、結果的に。1万まで兵を減らしたか、3万いた軍勢の6割を失いましたね。増援を出さないとちょっと城は落とせないかな。ちょっと数的に落とせないかな。ほぼ互角の軍勢の数か。まあ、信長をもってしてどうかというところですね。あとは才三の軍勢を叩けば日常は取れるもん。しかもなんか出てきてくれてるっていうのは本当にありがたいな。こういうのがあるからね、コンピューターは。城門の外に半分出てきてくれてる。敵が増援が来たね。増援が到着する前に城の中に入り込みたい。信長が散ったか。そしたらなんとか。ふう、なんとか天守を落としたか。かなり無茶な戦い方しましたけどね。
あとは春日山城まで取れば圧倒的に有利な状態にできるかな。春日山城を落とすには数がちょっと足りないかな。春日山にただ一当たりかけてみたいけど、兵数約1万で信繁が守ってるのか、ここはなかなか一筋縄ではいかないですよね。そうなると今川との関係がまた普通に戻っちゃってるので、第一級贈り物を贈りましょう。貢ぎ物ですね。この信長にご命令を報告いたします。報告いたします。贈り物が贈れなくなってるのはなんでだ。ちょっと確認しましょう。まずは交渉が、できないよね。今どうなってるんだ。今川の状況が全くわからない。今川との関係はというと、信用が34で特に敵意や興味を持たない状態になっていて、工作は打っていますと。で、兵数が100万超えてますね。なるほど。で、ここに対して今外交ができない状態になっている理由がちょっとわからないな。工作もできないし、いやできるね、ここにいるね。だいぶ拠点を移したな、遠いところに。あんなところに今拠点を置いてるんだ。となるとちょっと遠くなるよね、行くまでが。25日かかるよね。いやー、25日間の間に今川がね、心変わりしてまた攻めてこなきゃいいなーっていうね、それだけだなー。はい、ではちょっと時間も長くなってきましたので、今回は一旦ここで終わりにしてですね、次回引き続いて武田領への侵攻作戦ですね、展開していきましょう。国力差は今川が拠点114、武将520、兵数100万で、一方小野家ですが拠点18、武将63、兵数13万ということで、まあ国力差が6倍ぐらいに開いちゃったかなって感じですね。前まで5倍ぐらいだったんですけどね。武田はその分衰退してきて、まあ、あの武将数こそ多いですけど、拠点数兵数に関しては、ほぼ拮抗してきましたね。で、北条が残っていて、毛利はもう食われる寸前というところですね。で、大友が54万なので、まあ、今川一強っていう状態になりつつありますが、まあ、引き続き打倒今川のために何か策を講じていきたいというふうに思います。というわけで今回はここまでにします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。